桂原井の平は、日本の実業家、政治家である。山口伝統、桂原霊像の創立者として知られ、衆議院議員も務めた。1879年12月22日、山口県吉木郡を合理町家ミサ新町登場に生まれる。上京し、旧姓、高等商業学校を卒業、農商務省海外実業練習生となって渡米へ。 ペンシルベニア大学、ウィスコンシン大学、コロンビア大学で政治経済学を収めた。在米市、ニューヨーク市の貿易会社に入社した。1908年、28歳にして、個人商店、桂原商会を設立、貿易業に従事する。1912年、31歳の時に、山口伝統を設立、ツ電気株式会社を合併して、 山陽電気株式会社と会社を社長に就任した。小郡電灯株式会社、大津電灯株式会社、長戸電気株式会社を買収合併、山口県の電気事業を統一した。1918年、資本金150万円で、桂原紹介株式会社を設立した。1920年、個人事業として冷凍業を開始し、 北海道森町に森冷凍庫を設け、翌1921年、三菱合資会社から1900年8月に三菱合資会社三菱造船所が建造したエウラマルを買収、冷蔵運搬船に改造した。1922年には、カツラハラ冷蔵株式会社を設立、冷凍運搬船を建造した。1923年9月1日の 関東大震災では森冷蔵庫の冷凍業を東京に運び、理災者に無料を配布した。資金を借入金で調達していたため、負債が増大し、1925年に同社は倒産、東洋冷蔵株式会社と解消した。1928年48歳の時に立憲政友会から立候補し、衆議院議員に当選、大議士となる。 1930年には政界を引退した。1942年に1月15日に死去した。万62歳没。妻足子は、重野の清武男爵の姉。次女は、伊藤浸水門下の日本型の桂原明である。ありがとうございます。